ビクトリアパークビクトリア女王像。ビクトリアパークは、香港の香港島東区にある公園。香港島北部の東区とアンチャイクにまたがる、ドラワンと呼ばれる地区の一角にあり、北には、イエンドを挟んで、ビクトリアハーバー、南には、コーシー道を挟んで、ワンチャイクの香港中央図書館に接している。鉄道では、香港 MTR 郡島線の天候駅が、 最寄りの駅となる。イギリス統治時代に建造された公園で、その名は道地に建てられたイギリス城、ビクトリアの銅像に由来している。かつては、ビクトリアハーバー内のドラワン日風筒みと呼ばれる日風、筒みがあった場所である。1950年代になって道地が埋め立てられ、1954年8月に、公園の建設が始まり、1957年10月に、 落成した。公園のシンボルでもある、ビクトリア女王の銅像は、1897年に、女王の即位60周年を記念して建てられた、ものであった。本国イギリスのピムリコで制作されたもので、最初は、現在のスタチュースクエアに置かれていた。後の日本統治時代に一度銅像は持ち出され、軍事資材に転用するためいつぶされる予定にあったが、 その前に終戦を迎え、銅像は、香港政府に返還された。この銅像を建てるために、ビクトリアパークは、建造されている。公園内のプールの一つ、敷地面積は19ヘクタールで、東区では、最大規模の公園である。香港のメディアではしばしば面積比較の物差しとして、ビクトリアパーク古文という表現が使われている。ビクトリア女王像が立つ。 東市移動にある正面入り口をはじめ全部で17箇所の入り口を備えている。正面入り口から入った両脇にはサッカーピッチがあり、その奥にはテニスコートや遊泳用プール、スケートリンク、ボーリンググリーン、その他のスポーツ施設、ボート用プール、子供用区画、および広大な芝風広場が備わっている。中央のテニスコートは観覧席が設けられ、 国際試合などでも使用されている。なお、園内は全面禁煙である。2009年の香港夏季店2009年の64、食行挽会以下は、ビクトリアパークで見られる現象や、主な祭事。ありがとうございます。